販売された限定生産モデルである1968年から1971年まで製造された。2004年、ダッチチャージャースーパー BE として蘇った。初代ミドルサイズの車体を持つコロネットをベースとし、1968年にデビューした。競合他社のハイパフォーマンスカーに高額なモデルが多かった中、走行に関する部分以外は、 徹底的に開発、製造コストを切り詰め、同社の廉価なマッスルカーである、ロードランナーと同等の価格設定を実現し人気を集めた。当初は2ドアクーペのみが設定され、翌1969年に2ドアハードトップが加わった。エンジンは 340PS の6.8リットル、395PS の7.2リットル、そして 431PS の7.0リットル。 ヘミエンジンと高性能エンジンのみが用意された。そのためサスペンションも強力なものが採用されたほか、スポーティ性の強いオプションも数多く用意された。高価な高性能エンジンを搭載する分、快適装備等はほぼ割愛され、非常にスパルタンなモデルとして仕上がっていた。1970年にベースとなるコロネットがフェイスリフトを受けたのに合わせ、本社のフロントフェイスも、 同様の変更を受けた。1971年に2代目にバトンタッチし、生産終了。1971年のコロネットボディは、セダンとステーションワゴンだけに共用が可能であったため、スーパー BE は、ダッチチャージャーのプラットフォームに切り替えられた。この年は340型の小型エンジンが搭載された最初の年であり、この年、製造も最後を迎えた。 三代目新しい2007年モデルのスーパービーは2006年北米国際自動車賞で発表された。このモデルはダッチチャージャー SRT-8 をベースとし特別色のデトロイトイエローのボディにボンネットがブラックで塗装されていた。当社は仙台の限定車で6.1リットル V8 ヘミーエンジンが搭載されている。ありがとうございます。